アレクサンドロスとタイス、ルドビコ・カラッチが、アレクサンダーの共演 HWV75 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1736年に作曲した全二部からなる英語の世俗的昇華。副題は、音楽の力。聖セ,セシリアの日を祝うために、ジョンド・ライデンによって書かれた同名の昇華を原作とし、ティモテオスが音楽によって、 アレクサンドロス三世を様々な感情に導く様子を描写する。ジョン・ドライデンによるアレクサンダーの共演には最初ジェレマイア・クラークが曲をつけ、また1711年にはトマス・クレートンも作曲している。ヘンデルのものはニューバラ・ハミルトンの手によって元の詩をレチタティーボ、アリア、合唱の部分に分けた台本が作られ、それに従って作曲された。 ヘンデルは1736年の1月17日に作曲を完了し、同年2月19日にコベントガーデンで初演された。作品は大きな成功を収め、翌日の新聞報道によると初演には少なくとも1300人が集まったという。初演ではアンナ・マリアストラーだとセシリア・ヤングのソップラのジョン・ビアードのテノール、エラード氏のバスで歌われた。元々の詩が 音楽の力を描写することにを用いており、ヘンデルは、ホルン、チェロ、トランペット、ファゴット、フルート、ハープなどの様々な独奏楽器を用いている。またアリアやコーラスは、ティモテオスの歌の内容に応じて変化に富む。初演では昇華そのものに加えて、曲の途中で3つの競争曲が演奏された。 1> 第1部の途中で有名なハープ競争曲が第2部の最後の合唱の前にはオルガン競争曲が演奏された。幕合にはイタリア語のカンタータ、チェチーリアよ、眼差しを向けた前と、波長長の合奏競争曲 HWV318 を演奏し、後者はアレクサンダーの共演競争曲として知られる。アレクサンダーの共演のフルスコアは1738年に、 出版され、150人の予約者に配布された。ただし、上記の競争曲は含まれていない。アレクサンダーの共演はその後もしばしば再演され、ヘンデル生前の20年間近くに25回の上演回数を重ねたが、かなりの改作を経ている。1742年にダブリンで演奏された時には、ハミルトンの死による短い第三部を追加している。 1751年3月1日の再演では、劇、アルチェステのためのフズ音楽をもとにした、ヘラクレスの選択という作品が、第三部として加えられた。アレクサンダーの共演は、ヘンデルの没後も生き残った曲の一つであり、1790年には、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが、バンスビーテン男爵の演奏会用に編曲している。アレクサンド・ロソーは、ペルシア王を破った。 記念の宴会を開き、ティモテオスがリラを弾きながら歌う。音楽はテノールによるレチタティーボとそれに続くアリアや合唱の形式をとる。まず、アレクサンドロスを生き神として称える。ついで主身バッカスを称える歌を歌う。悲しい曲調に変わり、ダレイオス王の死を哀悼する。再び主題が変わり、タイスの愛が歌い上げられる。トランペットとティンパニを加えた。 激しい伴奏による合唱で軍楽が仇される。ティモテオスは戦いに倒れたギリシア人兵士たちについて歌い、復讐の怒りを奮い立たせる。王は松明を手に取り、タイスが先導してペルシアの破壊に向かう。リコーダーの伴奏でテノールはティモテオスが音楽によって様々な感情を抱かせることができたことを述べる。 ついで合唱がセシリアを称え、ティモテオスは人を天井に上げ、セシリアは天使を地上に下ろしたと歌って曲を終える。ありがとうございます。